はい、こんにちは。今日はね、山の方からではなく、職場の方でね、また動画を撮っています。日本一安い罠の店さんよりまたね、パンフレットが届いたんで、それをね、紹介していきたいと思います。これね、紹介するって言っても、私この罠のお店さんから何ももらってませんのでそのことは言っときます。今日届いたね、新しいパンフレットなんですけど、新商品ですね。効果抜群イノシシ引き寄せ香水、フランス、地面にで、イノシシの大好きな匂いって書いてありますね。イノシシのぬた場になる、実績がありますという感じで、どんなボトルに入ってるのかね、分かりませんけど、30本で2970円ということです。効果あるのかな、果たしてね。それとこれ反対側は新商品の案内で、撃退動物キラー、あらゆる獣害に、これは、あれですね、動物を寄せ付けないためのイタチ、キツネ、シカ、イノシシ、ヘビ、モグラ、ネズミ、ネコのあらゆる害獣にっていうことですね。これは自分はね、引き寄せなくちゃいけないんでね、これは農家の方とかにはいいんじゃないでしょうかね。で、これはまず1枚、新商品無料、送料無料キャンペーン、2021年7月末まで、キャンペーン企画としてモンキーハウス、これもね、自分のところはね、猿は出没してないので、まあこれはどうなんでしょうね。5万円から7万円のところ3万3000円ということですね。それと解体作業代、これこういうのはね、いいかもしれないですね。自分はね、コンパネで、コンパネ1枚のね、作業台を作って、その上でね、ビニールシート、青いね、ブルーシートを使ってますね。作業代3万3000円ですね。ああ、それと出た、大型箱穴、片開きメッシュ仕様、これずいぶん安いですね。これね、3万3000円が一気に2万9700円って、結構これ安いんじゃないですかね。各県に取り扱い続々開設中ということですね。それとね、これね、イノシシ引き寄せ匂いボトル、これね、買いました、10本。でちょっとね、明確なこのね、本当に引き寄せてるのかどうかっていうことはね、ちょっとね、まあ分かりづらい商品ですね。これ10本自分も買ってあります。こんな感じですね。これが表側はこれで、はい。それと、こっからですね、本題の今ね、自分はくくり罠全部今ちょっと外してあります。一緒にやってたね、仲間がヘルニアにかかってね、ちょっともう作業ができるような状態じゃなくなっちゃったんで、くくりをね、全部撤去して今箱穴だけでやってるんですけど、これね、
こういうなんかね、新しい新商品先行発売開始ってこういうの見るとね、ちょっと欲しくなっちゃうんですけどね。この罠は年間400頭捕獲実績のある方が使用して空はじきなく 100% 捕獲できた罠ですと。これね、ワイヤーガードに引き羽が2本ついている、これのことですかね。ここですね。でトラバサミ方式、はい、跳ね上げる力でワイヤーが30センチ上に踊り上がる。下記のイラストを見てください。価格が安い、消耗品がない、設置が簡単っていうことですね。ちょっとあの見た感じ、ここの部分にバネがついてるんですよ。これ果たして地中に埋めた時にどうなるのかどうかね。バネが伸びてる状態でつぼまるっていう感じなんでしょうね。この穴、年間400頭捕獲実績のある方が使用して空はじきなく 100%、ちょっとね今くくりやってればまた欲しくなる商品ですね。今ねくくりはね全部撤去しちゃってるんで、これ新しいタイプのやつを見るとまたどん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 欲しくなるんでね。今回はちょっと様子 見たいと思います。こういう感じで5本セットで3万250円、1本あたり6050円のところ10本セットだと11本で6万500円ということですね。これ全部あの セットでね、あのついてるってことですね。下の土台からね、これと、自分がね、一番気になったところ、今回このこちらの広告ではなくてね、この指導、全国指導者大募集各県2名っていうことでね、目的、現在65歳以上の狩猟免許所持者が 70% を占めていますと。新規免許取得者も3年後 70% が捕獲できなくてやめていますと。これを解決するためには皆様方の技術を若い人に教えないと10年後狩猟する人がいなくなり大変なことになりますと。そこで下記の条件によって指導できる方を大募集しますと。ここですね、自分がちょっと一番今回このパンフレットの中に入ってきて、自分がこのこういったことを書いてるっていうことがね、新規免許取得者が3年後に 70% が捕獲できなくてやめているっていうことなんですね。これ本当かどうかね分かりませんけど、やっぱりね、これ自分今年有害駆除をやって4年目になるんですけど、確かに本当にね、1年目2年目とか取れないですね。本当に3年後本当に取れるかっていうのがね、やっぱりかなり大変なことなんで、これ 70% が捕獲できなくてやめているっていうのも本当かもしれないですね。そこで、このね、全国指導者大募集、その条件として、年間100頭以上捕獲している方、これはね自分は当てはまんないんでこれは罰ですけど、当社の罠を使用していただける方、
そして、自分の技術を惜しみなく新人に指導して、くださる方、こういったことを本当に大切だと思いますね。やっぱりね、分からないことだらけでね、この技術を持ってる人たちが年齢とともにやめていっちゃうっていうのは大変な損失だと思います。指導期間は11月15日から3月15日まで、これは寮期ですね、きっとね。それで3番目、指導方法は電話対応になりますと。電話対応で指導できるのかなと思いますけど、どうなんでしょうね。で4番目、当社の規定により指導料をお支払いしますということです。で、5番目として、指導者には期間中当社の規定によりワナ等を無料提供いたします。20丁までって書いてあるっていうことは、こういったワナを、使わせてくれるっていうことなんですかね。詳しくは当社まで、お電話くださいっていうことでね。これね、確かにこういった広告も大事だけど、本当にね、この65歳以上、狩猟免許所持者が 70% を占めていて、新規のね免許取得者3年後に 70% 捕獲できて、できなくてやめていってるっていうことだと、やっぱりね、これから大変なことになるんじゃないのかなということで、今回ね動画を作りました。この動画を見てね、年間100頭以上捕獲している方は、応募してみてはどうでしょうか。自分はね100頭捕獲してないんでこの条件に入らないんですけど、そういった感じでね、自分のね技術を惜しみなく、教えてくれるっていう方はね、応募してみてはどうでしょうか。今回のね動画はこのね、チラシも大切なんですけど、こういったことをねちょっとやっぱり真剣に考えないと、いけないと思いまして、動画を作りました。今日の動画はね以上になります。それでは。